はい、2号車了解です。はい、じゃあこれからスタートします。とても滑らか、微速をちゃんと、あー、ブラッチも上手ですね。はい、スタートしました。4速で発進です。これ喋ったらいいですか？あ、いや、いいです、どんどん喋ってください、どんどん喋ってください。飛びシフトしましたね。4から7、9、3段目ですけど、今9速ですね。はい、ここは1コーナーに向かってます。今 250m 看板左手に見ました。はい、今速度はちょうど60で、言うてのカップあたりで、はい、フットブレーキを使って減速をお願いします。56、57、はい、今からフットブレーキです。はい、エンジンスクリーンとなってますので、若干あの今までとフィーリングが、そうですね、でも気が始めるとぐーっとリニアに入ってきますね。これ20キロぐらいでいいですか？はい、はい、1コーナーです。で、今エコノミー運転となってますので、そうですよね、はい、8速以上で平坦度に入ったところでアクセルを戻していただくとエスコントロールが作動しますので、ニュートラルになります。はい、平坦度になってから、はい、平坦度になってからとアクセルを戻します。今はどうですか？はい、もうニュートラルですね。これで惰性でいきます。いわゆるハイブリッドガソリン車のセーリングモードと同じなんですね。これでどん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 燃費を伸ばします。まあ、電車なんかも一緒ですよね。で、解除はアクセルペダル、ブレーキペダル、補助ブレーキ作動で解除します。ブレーキに足を乗せた瞬間のフィーリングがすごくいいですね。あのウェッジのあのガツンっていうんじゃなくて、乗せた瞬間にじわっと出るのが、はい、ここで何かやることがあるんでしたっけ？補助ブレーキを作動させていただいて、はい、それと体感を、2速まではと通常の配置ですね。3速からはとシフトダウンも一緒に減速しますよね。はい、最大です。はい、シフトダウンで一気に8速までダウンしましたね。おー、ぐーっと止まるぐらいはちょっと極端なんですけど、そうですね、減速も強いと思います。あー、すごい強い。あ、かなり強い。これはもう今20トンの状態です。積み荷を積んで車が今20トンの状態でこれだけの減速度。はい、はい、じゃあこれからまた加速をしていきます。今停止して、この後ですね、バックギアを試したいと思います。通常バックギアというと1速のようですけども、このトラックはですね、2速あるんですね。2速、はい、トロ2速あるんですね。それをちょっと試してみたいと思います。真ん中辺で結構なので、はい、で、右手に150の看板が出てくるので、はい、その手前あたりで若干坂のところで停車です。はい、あ、ハザードをつけたままで、あ、いいですね。はい、はい、一旦停止します。いいですね、ブレーキの感じが。一定のトリックでずっと同じ減速度ですね。接触前まで、はい、ここでバックギアに入れます。はい、まずは通常はローギアのギアですね。こちらの方に表示します。あ、ですね、はい、じゃあこのままバックしていきます。ブレーキをリリースしました。さあ、どうでしょう。すごい微速、あ、ものすごいやりやすい。今もうね、あの時速 1-2 キロ、これぐらいでもゆっくりゆっくりちゃんと機能します。そこから踏んでいきます。あ、とてもやりやすいですね。スムーズに速度が上がっています。で、この後プラスボタンでいいんですよね。はい、プラスだよ。はい、
今度はリバースのハイギア、今あのギア変わったの分かりますか、音が。あ、スムーズに速度が上がってきます。これは駐車場や、まあ、トラックステーションなんかでも非常に使いやすい機能ですね。はい、ありがとうございました。これの状態じゃない、はい、続きましてと電池にしていただきまして、はい、今度はエコモードオフで走行していただきますので、はい、エコモードオフのスイッチこちらですね、はいはい、でこれでスタートしていきますね、はい、じゃあ今度はエコモードオフにして、要はトラックのポテンシャルを最大限に発揮するモード、これで走行してみたいと思います。若干上り坂なので、そうですね、コーナーを続きますので、はい、減速して走行します。そうですね、はい、エアピオン使ってるんだ今回。最近もう走ってますか？あ、走ってます。買ったらしい。そうですそうです。はい。今回なんか20年前に走ったし。あ、そうですか。買ったですね。あ、非常にスムーズ。シフトダウンアップもスムーズですね。あのいわゆるシフトアップするときにトルク抜けといってですね、どうしても構造上失速する瞬間があるんですが、その後もやっぱり力が強いですからスムーズに構造速していきますよね。ステアリングワークも非常に滑らか、この辺もクオンならではかもしれませんね。はい、こう鋭角に入ってきます。スロットルを戻すとちゃんとエンジンブレーキを測った上でそのまんま低速のまま変速を通過していきます。あ、とても滑らかですね。動画ではちょっと伝わらないと思うんですけど、シフトアップした時のこの非常に滑らかさ、これは上品ですね。最後ちょっと逆バンクになります、ね、そうですね。あ、ご存知ですすいませんこうアウトから行かないと。はい、次最終コーナーです。この後はアダプティブクルーズコントロールのチェックですね。あとは30キロ以上で作動しますので、はい、30キロ以上でセットボタンを押していただくと、はい、はい、今52キロでセットされました。セットされました。51キロ。で手元のプラスとプラスをボタンを押すと1キロずつ、ね、長押しするとどうでしょう、5キロずつ上がってきますね。はい、長押しすると5キロずつ下がっていきます。はい、補助ブレーキを、きちんと併用しながら、おそらくこれあの前の車がグッとくるとサービスブレーキまで入るんですよね。これはシフトダウンブレーキまでで減速をする。そうですね。それでもあの十分な減速、まあ、あのいわゆる ACC の規定の減速度はこれで十分に出せるということなんですね。で最後のゲートあたりで、はい、オートシフトダウンの体感をしてて、はい、で補助ブレーキを4段にしていただいて、はい、停止の方を最初最終的にはドキトブレーキを使って停止します、はい、もうちょっと痛いところになります。はい、ドキトブレーキを入れないことを停止します、はい、でこの方がいいですね、はい、グッと、まあ、フットブレーキでですね、なめるような感じでブレーキをしたような感じで減速してます。今 0.15G ぐらいでしょうかね。かなり減速度、もう18キロ17キロ、喋ってる5秒のうちに40キロの速度が落ちました。もう今何もしてないです。今もう速度は10キロ。はい、フットブレーキを使ってないです。まあ、何も使ってないです。素晴らしい、もう時速5キロまで行きました。はい、この後はスロットル入れてスタートラインまで戻ります。